衆議院選挙が今日公示され、12日間の選挙戦がスタートしました。県内5つの小選挙区には15人が立候補を届け出ました。宮城1区に立候補したのは、届け出順に立憲民主党の前職岡本明子さん、日本維新の会の新人高橋浩二さん、自民党の前職土井徹さんです。立憲民主党の岡本さんは、宮城仙台から選挙戦を通じて政治の流れを変えたいと訴えました。政権交代こそ最大の政治改革です。地域が輝く国へ、そして子どもや若者にチャンスがある未来を示すこと、これこそ政治の役割だと思っています。維新の会の高橋さんは、裏金問題の温床には自民党がやってきた利権政治があると批判しました。皆様に一番お訴えをしたいことは、やはり政治と金の問題であります。この政治を、古い政治を抜本的に変えていかない限り、この国を守っていくことはできない。自民党の土井さんは、政治改革を自公連立の中でやり通し、国民の皆様に見ていただくと述べました。自民党の国会議員として、この政治資金の問題、関わりはなかったと逃げるつもりはありません。私は政治資金を集めるようなパーティーは今後一切やりません。続いて宮城2区です。立候補したのは、届け出順に日本維新の会の前職早坂厚さん、立憲民主党の前職鎌田さゆりさん、自民党の前職秋葉賢也さんです。維新の会の早坂さんは、大阪で実現してきた様々な改革を日本全体でやっていきたいと訴えました。教育改革、政治改革、そして復興支援にこれまで3年間取り組んでまいりましたが、まだまだ復興も終わっておりません。皆様のお力でぜひとも大変厳しい2期目を勝たせていただきたい。立憲民主党の鎌田さんは、今回の選挙は政権交代をかけた大一番だと声を張りました。皆さんには納税を強いて確定申告を適正にやれとか言っときながら、自分たちには裏金をポケットにバンバン入れる、こんな政治、この選挙でおしまいにしましょう。皆さん、自民党の秋葉さんは、与党議員としての自らの実績を挙げながら、口先だけの批判はダメだと強調しました。日本国がさらに成長のエンジンを加速するかどうかがかかっている選挙なんです。政権選択の選挙なんです。この日本を、強い経済を取り戻して、強い日本を取り戻すために、私秋葉賢也に力を貸してください。続いて宮城3区です。立候補したのは、届け出順に自民党の前職西村明宏さんと、立憲民主党の新人柳沢剛さんです。自民党の西村さんは、自らが厳しい状況に置かれているとした上で、政治に求められる役割は何か考えてほしいと述べました。大変厳しい戦いになっております。かつて政権交代を訴えて自民党が下野した選挙ございました。その時と同じような今回戦いになっております。政治は何をすべきか、国民の命と暮らしを守る、このことに尽きると思います。頑張ろう。立憲民主党の柳沢さんは、自民党の裏金問題を厳しく批判し、政権交代が必要だと訴えました。相手は裏金議員です。現職です。
不記載なんてもんじゃない。分かってたんです。分かっていてそれをそのまましてこれ脱税じゃないですか。はっきり言って政権交代が当たり前の民主主義のためにそのためにこの立憲民主党の柳沢剛全力で戦うつもりでおります。続いて宮城4区です。立候補を届け出たのは自民党の前職伊藤慎太郎さん、れいわ新選組の新人大林正秀さん、日本維新の会の新人佐藤雄一さん、立憲民主党の前職安住淳さんです。自民党の伊藤さんは地元の発展のためには予算を獲得できる与党議員の力が必要だと強調しました。望んでいる政策が実現できるように、そして実現するようにおいては予算が必要です。与党の議員としてその予算を着実にこの地元に引っ張ってくる仕事を引き続き皆さんのためにやりたいと思っております。令和の大林さんは消費税さえ見直せば長年低迷してきた経済を一気に立て直すことができると述べました。消費税の、ね、廃止、令和新選組としてはこの一丁目一番地の問題、すぐにでも効果が経済に効果が出るこの問題を皆さんと一緒に取り組みたい、取り組もうじゃないですか。維新の会の佐藤さんは社会保障制度を抜本的に変えていかなければならないと述べました。どうして少子化がこんなに進んでしまったのか、これは政策による失敗が原因の一つではないかと思います。社会保障制度の抜本改革をやっていかなければならない。それをやらないと日本という国が立ち行かなくなるのではないか。立憲民主党の安住さんは自民党が続けてきた派閥政治と世襲政治を今こそ変えるべきだと訴えました。第1党の立憲民主党が自民党に対峙するだけの勢力になってこそ初めて政治は正常化いたします。政治が一番エネルギーを使わなきゃいけないのは声なき声、顧みられない人々、そして未来を夢見る若者たちなんです。続いて宮城5区です。立候補したのは届け出順に日本共産党の新人中島蓮さん、自民党の前職小野寺逸典さん、日本維新の会の新人酒井恒治さんです。共産党の中島さんは裏金疑惑を隠すための解散だと批判し、今回の選挙は新しい政治を作るチャンスと述べました。裏金政治温存にまっしぐらの自民党、今度の選挙で勝たせていいんでしょうか。農業予算を増やす、地域の人口減少に歯止めをかける日本共産党を伸ばしてください。宮城5区では私中島蓮を勝たせてください。党の政調会長の小野寺さんは全国からの応援依頼に応えるため5区に入るのは今日が最後の見込みです。この物価高、この過疎の問題、少しでも前を向いて元気になっていけるのか、その思いで今回日本全国の予算を作って、そして形にしていきたい。酒井さんは政治と金の問題に触れ、維新の会はクリーンな政治を行っていると強調しました。三本柱を公約として出馬をしております。一つ目は日本経済の再生、二つ目は日本の外交力の強化、三つ目は持続的な農業水産業の振興であります。